こんにちは。今日いかがでしょうか。今日の題はいい考え、これについて考えましょう。考える人のように行動しなさい。そして行動する人のように考えなさい。という言葉をつい最近耳にしたんですけれど、なるほどだなと思いました。考えるだけでなく、よく考えて、そしてその判断、良い判断の上で行動に移るということです。考えないで物を言ったりして行動したりするならば、やはり周りの人たちに傷つける、心を傷つけることがあるかもしれません。ですから私たちはよく考えてから物を言う、よく考えてから行動に移る。そしてもう一つ考えるには、あれのままでいいんですけれども、しかし人間誰でも一長一短ですから、その悪いところを死なせたいんです。そして良いところを育てたいんです。変わりたい、変わっていきたい、成長していきたいという願望というか、という絶望を持って生きるということも大事ですね。いい考えでしょ。ではまた明日お会いしましょうね。明日まで。